お疲れ様ですイリュージョン3の動画売れたみたいじゃないですか購入いただいた方から私の方にメッセージ来まして <laughs> というのがね、まあ、私のこともともとご存知で少しずつねやり取りはしていたんですよその中で吉田さんの動画を買ってみたら久保さんが出てきましたといや久保さんってすごいですねみたいなね二度びっくりしてくれたみたいですねいや映像の力ってすごいですよね過去のものもこうやって掘り起こしてくれるとそして牽引性を高めてくれてね やっぱり販売に関わった吉谷さんもそうですしその中で講義をしている私のこともねこうやってあの思い出してくれてる方がいるとかね気づいてくれる方がいるっていうのは非常にありがたいことだと思いますまさに自分が全てですよねそこには名刺なんていらないわけですよ億万長者しくで名刺なんて配ってませんからねそもそも名刺よりも分かりやすい動画を毎日更新するわけですから名刺なんてのは3か月前半年前に作ったやつでしょ 古くなるんですよね、どんどんね。うん、で名刺って結構ゴミになるんですよ。捨てにくいしね。いらないですよね。うん。SNS が名刺になる。そんな時代がやってまいりました。いってらっしゃい。